ヤギごめんごめん、ちょっと遅くなりました。散歩しよったの。ヤギ見て、お友達がくれたよ。食べるあんずの切って、おいしい。おーおーおー、全部食べてしまうよな。枝とかどうやって食べようの。これなんかかわいい。ヤギ先生、今日はなんでしょう、この楽器なんでしょう。そうそう、正解、ティンホイッスル。じゃあ吹くね、聞いててね。ちょっとイチゴの紹介をしようと思うんですけど、ヤギいい？ちょっとイチゴ農園の紹介して。看板ヤギのお仕事よ。うん、頑張って。来年のイチゴ狩りのことをちょっと喋って。来年のオープン日はいつですか？いちご狩りは何をするんですか？いちごの種類は何種類ありますか？どんな種類がありますか？あとは？じゃあ来年、来年食べれる新しい品種は何ですか？ね、もうちょっと大きい声。うん、そうそうそう、新しい品種。じゃあみんなにメッセージを言ってください。